マーメノイアが世界の中心だった頃、そこは美しく神秘に満ち溢れていて、人々はマーメノイアの意志をマーの意志と呼んだ。しかし少女はこの言葉を嫌った。自分たちの世界をそう呼ぶ人々を逆に蔑んだ。そう、夢のような夢が叶う夢の都。これはマーの国にやってきたマーの子供たちの物語。賞金5000クオネルか。大事な娘連れて行かれたにしちゃ随分とケチくさいな。奴の急所を探すんだ。食うならこのチビにしな。このミスティージョーを食ってみろ。てめえをぐっちゃぐっちゃの刺身にしてこっちが食ってやら。あのな、ぐっちゃぐっちゃの刺身。ジョー、気をつけろ。こいつ合体型だぜ。女に恨みつらみのある野郎どもがゲッチョゲッチョに容器を振りまいてやがる。ったく、おとなしく成仏してりゃいいものを。育ちのいいお嬢にはこれ以上濃くってもんだ。決めるか。オーケー嬢、やつの喉仏が急所だぜ。急所見つけないから奴の血で水を汚しちまったじゃないか。よく言うよ。そんなこと言ってたら俺たちの商売成り立たねえっての。ありがとう、ありがとうございます。あなたたちは？おっと、俺なんかよりあっちの方を弾んでくれよな。なんたってうちの姉さん大食いで生活大変なんよ。うん、魔導霊士？そう、まあお嬢のような一般ピープルは死んないかもね。霊王
って言ってさ、そこで霊術の修行を積んだ連中のことさ。すごいのね、あなたたち。山にへばりついてるしかねえから山で暮らしてただけさ。俺たち山を抜け出してきたのさ。へへ、下がれ下がれ、さあ道を開けるんだ。うひゃー、どっかの王族だね。すげえや、みんなキンキラキンだぜ。おお、レオンも持ちだ。ラジャ王者もご一緒だぞ。レオン様。誰だ。アガディア国の王子様よ。確か外遊されてると聞いたけど。外遊？旅行だ。結構なご身分だね。でもどうしたのかしら。あ？ずっと以前お見かけした時はもっとお元気そうだったのに。心配したぞ、ジョゼ。これも城とオズのおかげです。二人は私の命の恩人です。お父様、港町でアガディアの王子様一行を見かけました。何かあったんですか。アガディア国王の病が急に悪化し、レオン王子は城に呼び戻されたそうだ。そうですか。宮廷の担当官も詳しくは話せんらしい。ただモスレム公国がバーズ国に苦戦しておるのは事実だ。友好国のアガディア国王も気が切れないはず。バーズ国って、やここに比べりゃふってなもんのちっこい国だぜ。なんでそんなとこが強いんだ。なんだっていいだろう、モズ。ん？さてと、確かにあんたの娘ジョゼは無事届けたよ。約束のもの出してもらおうか。持っていくがいい。ご主人様のご厚意で少し色をつけてある。お二人、なんて失礼なことをするのです。ジョゼ、お前はもう中へお入り。 お父様、見れば山にお住まいの方のようだ。さあもういいだろう、直ちにお引き取り願いたい。お父様。気にすることはねえさ、ジョゼ、慣れっこだ。魔導霊士なんてのは必要な時だけいりゃいいんだ。きっと噛みつくとでも思ってんだろう。ほんじゃま、もう妖魔なんかに捕まっちゃダメだよ。じゃあ、ご主人様、大変です。バーズ国軍がモスレム宮殿に攻め入りました。なんということだ、宮殿にはアンドリューが向かったはず。 お父様、アンドリューがどうしたっていうの。妖魔に賞金までかけたというのに、お前の行方は一向につかめぬから、お前のことを心配して軍の助けを求めて宮殿に。お父様、アンドリューを迎えに行かせてください。ジョゼ、城で今何が起こっているか分かっておるのか。お父様。これも全てマアの意志だ。いや、そのアンドリューって誰なんだよ。ジョゼのフィアンセだ。いい加減にしろよ、オズ。人んちのことまで首突っ込むんじゃねえ。行くぞ。ジョー、待ってよ、ジョー。もうこんなに金落としちゃってさ。ジョー。一体バーズに何が起こったというのだ。王国があっという間にこの宮殿にまで。わかりません。これも
聖なるマーが我らに応対になった試練かと。これはマーか。マーなど何ほどのもの。何、この世界を創造せしお方マー。気に食わぬ。聖騎士マーダム、聞き死に勝るいい男だ。さあどうする、この男の血を食らうか、それとも。大丈夫かなジョゼ。違う世界の話さ、嫌われ者の私らが関わることじゃないよ。それに立派な親父もついてるし。てか、ああ、あんた本当に性格悪いよね。お前に言われたかねえやつさ。それよりどうなんだ。ん、何が。バカ、この町に来たのはあいつの目的だろ。ああ、ゴーダか。それがちっともやつの気配感じねえんだ。ううん、ザコスがいねえんじゃ体がなまっちまうぜ。だったらこういう時こそバクバクうまいもん食わねえとな。ぺったんこのおっぱい大きくするチャンスだぜジョー。てめえ待て、このやろう。へへへ、くしゃのような諸国がこのような力を得た。モスレム公国といえばアガディア国とともにこの世界魔王を二分する強国。しかもモスレム国正規軍のトップに君臨してきたお前にとってさぞかし下せぬことよな。教えてやろうかマーダム、そなたの美しい姿に免じて教えてやろうか。美しいぞマーダム、美しい、粉々にしてしまいたいほど美しい。教えてやろう、わらわにこう命じるものがあるのだ。魔を超えろ、魔を、魔を叩き潰せとな。誰が。
下げでめったに手に入らないものなんだからよ。ち、いちいちうるせえ武器屋だな。てめえの品物よりちっとは客のことを心配しろよな。じゃあこれじゃさっき倒したヨーマだって生き返っちまうぜ。私もここに店出して初めてだよ、こんな揺れは。ひょっとしてあいつが暴れ出したのかも。あいつ親父、おめえこんな商売してて知らねえのかよ。ゴーダだよゴーダ。やつがこの辺りにいるって聞いたもんで俺たちやってきたのさ。まさかそれがそのまさかなんだよ。やつを倒しその金で一緒遊んで暮らすのさ。やつにやられたハンターの数を知ってるか。軽く千人、いや霊宝山の連中だけでも700-800人は下らないはず。帰れ、今日はもう店じまいだ。ゴーダは確かに暴れん坊だ。だが我らのマーが何より大切にされた生き物なんだぞ。また言い伝えかよ。この世界を作ったマーの野郎のことだろ。野郎だと、我らの創造神になんてこと。てめえがどっかに隠れちまうときにあいつをこの世界に残したって言うじゃねえか。おじさん武器屋やってる割にえらく信心深いじゃないの。そんなこっちゃこの世界生きていけないよ。ったく出てけ、二度と来るな。ちった親父っつうのはカンバセーションできねえやつが多いぜ。お前にムカつかねえ大人がいるかよ。なんだよ。じゃあそういう言い方はねえだろ。ああごめんよ、本当のこと言っちまって。じゃあおーい。よかった、騒いしたぞ。親父さん勘弁してくれよ。今頃になって色つけたの後悔しても遅いぜ。俺たち一度受け取ったものは返さねえ主義なんだよ。そうじゃない、金ならまた払う。だからお前たちの手を貸してくれ。おひょー、今日はついてるねえじゃん。で今度はどの妖魔だい。待てよオズ、私らは別に妖魔狩りだけが目的じゃないんだ。他を当たってくれないか。じゃあどうしたんだよ。別にいいんじゃねえの。なあじゃあ頼む、この通りだ。おい親父さん、どうなっちまったんだよ。わしは長い間宮殿に出入りしておるから、あそこの守りの固さはよく知っている。だがバーズ軍の奇襲といい、先ほどの地震、何か胸騒ぎがしてならんのだ。冗談じゃねえぜ、まさか戦に加勢してほしいってんじゃねえだろうな。娘がジョゼがアンドリューを追って城に向かってしまったのだ。頼む、娘を助けてくれ、お願いだ。お断りだ。さっきも言ったように先を急いでる。悪いな。待ってくれ、お願いだ。金か、金が欲しいのか。話せよ。いくらだ。さっきの倍か3倍でも良いぞ。だから娘を助けてくれ。話せって言ってんだろ、ぶっ飛ばすぞ親父。そんなに娘が大事ならなんで首に縄でもつけとかねえんだよ。娘を助けてくれ。娘を。こいつはひでえや。じゃあどうしたんだよ。あの親父にあんなこと言っといてよ。ムカつくんだよ。何でも知った気で嫌がる。自分の都合で何でも勝手に決めやがる。結局私でも親の勝手な都合で山に捨てられたのさ。どう